どうもボビーアートレーザーのボビーですね、えー、今日はマスク姿ですね <laughs> 今日は木曜日、えー、作品の話ということですね、えー、外しましょうあの顔認証してくれないんでね <laughs>、えー、どうも聞こえてるますかねボビーアートレーザーのボビーです、えー、ボビーアートレーザーのアトリエから、えー、ライブでお届けしております ねえー、今日のテーマは今日はね木曜日なんで作品の話ということですね、えー、ここかな、えー、バルマスク、ね、レザーマスクの、えー、お話をおさせていただきたいと思います、ね、最後までお付き合いください、ねえー、ということですね、えー、まあ今緊急事態宣言、うん のままね、第2 2回目かなでまああのずっと外出もできず <laughs> あのずっとねアトリエにはあ <laughs> あのこもって、まあ、やることはいっぱいあるんでね、えー、過ごしてますけども今日はあのレーザーマスクをね、えー、のことでですね、えー、まあこのご時世なんでね、えー、そういう話をねさせていただきたいなと思います。 ねえー、じゃあスライドショーをですね、えー、見ながらですね、えー、述べさせていただきたいなと思いますちょっと待ってくださいねよえー、っとこれかなねえー、これがあ、えー、最初にね、えー、作ったものですけどねまあ初期、えーね、こういう感じで、えー レザーマスクをですね、えー、制作したんですけどもともとはですね、えーあのーまあ、1回目のね、えー、緊急事態宣言ぐらいの頃かな、あのーまあ、でマスクが足りないとか言ってたじゃないですか。 でまああのー、まあレザーなので僕が扱ってるのはね、まあ、まあそういう必要もないなと特に思ってたわけですよ。でまあ緊急事態宣言が当時終わった時に、えー、なんかねやっぱこうマスクをしないとなんかどこもね入れないというかあのちょっとスーパーね あのち,ょっとちょっとした買い物に行くんでも、えー、マスクを着用くださいということでねあのこうアルコールスプレーの,あのシュッシュってやつとねなんかそれがあも,うもうね、えー、数ヶ月前ですよねもう何やかんやで1年、えー、経つんですよね。で、えー、それでですね、えー、まああのー、途中でこういろんな マスクを作る方が結構増えたじゃないですか。あのレザーとかともかくね、あの布とかそういうなんで、えー、あの不織布かなあのいつものよくあるマスクとは別の感じでね。 割とともう,もうほとんど途中からなんかエチケットみたいな感じでマスクをしてなかったらまるでなんかこうあっすっ裸で歩いてるかのような感じのニュアンスになって、まあ、そういうのにねあ,のあんまりこう、ね、あの衛生的にっていうんであのマスクするので分かるけどなんかそういうポーズみたいなんで、えー、なんかマスクするのがなんかモヤモヤしたんですよね。 うん、それで一、あのーまあ、日も早くマスクを外して、えー、大切な仲間たちと笑い合える、うん、平穏な毎日が訪れますようになんかそういう意味を込めてですね一、えー、つ、うん、作ってみたわけですよ。えー、これが試作の第0号 <laughs> 1号ではなくて0号でですねでまあまあ そそれででこう、うういうメッセージを込めてですね、えー、ブログを書いて、えー、こういうフェイスブックのね、ページの方にも画像をアップしたりとかしたんですけどもで意外に <laughs> あの反響がありましてねちょうどまあ緊急事態宣言も終わってだいぶちょっと経って、えー、まあ、マスクを一応持っとかなあかんないう体の時にねぐらいの時やったんですけどで。 それでですね、こう何個かね何、えー、かこうオーダーをいただきましてですね、えー、ちょっとずつ去年はですね、えー、作らせてもらいましたまあこういう紫のねバッファローのータイプとかねで <laughs>、ね、あのーまあ、こういうねヒョウ柄 ねやっぱ氷ヒョウ柄のこれはねなかなかあい,い,いい感じなんですよあのマスクには適してますねあの裏地がね、うん、これはあのー、グローブみたいな感じですけどね、えー、これはあのー、片押しのですね、えー、クロコダイルのね片押しのでこれはですね白なめしっていってですね、えー、まあディアスキンっぽいような感じであのー ホワイトな感じですねでこれはですね、えー、ダイヤモンドパイソンをちょっと散りばめてほしいということですねでまあこうデザインにこう取り込みましたねちょっとオ,オールド風な感じで,でこれはゴールドですね, <laughs> ねゴールドのジャケットとおにお揃いみたいな感じでね白ステッチでいう感じで,でこれはディアスキンですね、うん、でこうナチュラルな感じが。 ちょっととつけてみたいんやってことでもうマスク下にあのほらマスクつけてその上からあこれをかぶるっていう感じかな二重、うん、感じでみんなが使ってくれてますねえこれはここからですねバッドボリスタイプですね、えー、バッドボリスというあのハットをね元に、えー、そういうランダムな感じ パッチワークをした感じのおマスクって作ってもらえませんかということでですねでこれはですね、えー、リアルクロコですよクロコダイルのおレザーでですね、えー、もうぜいくなラグジュアリーなこ,、ね、こんな感じでね、えー、いろんな部位を集めてですね構成させてもらいました、ねまあ、ボビーアとレザーらしい作品ですね、うん、でこれはウミガメですね、えー、一番上まで作ってなかったリッチな <laughs>、ねえー、マスクですね うんまあ、こういう感じでねあの、まあ、なんていうのかなあの目を引くっていうかあ、まあ、こういう時代を象徴してますよねこれはあブラックダイヤモンドパイソンですかねダイヤモンドパイソンを黒染めでねなんかサイバーな感じしますけどねでこれがあ一番最初に作ったモデルなんですけどもね、うん、こっからあ始まりましたね、うん、でまあこうやってオーダーを少しずついただきながらということで。 ねえー、作らせていただいてますけどね。で、えー、ねそんな感じで、えー、マスクをですね、えー、作らせてもらいましたけどやっぱりこうメッセージとしてはですねやっぱりこう,おやっぱこ,うこういうマスクがいらなくなるようなね一日が早くね訪れるようになってもらいたいなという願いからですね始まりましたもともとですねやっぱこうレザーマスクっていうのはあのあのバイカーとかの間ではねもともとあって あの商品として、えー、あったもんですし出回、あのー、ったんですけどねまあ僕みたいなこのハンドステッチでいう風なのは特に需要もないやろうなとも思ってますし、あのー、非常に手間もかかるもんなんでねあのちっちゃいもんですけどねでまあまあ原価っていうか、まあまあ、こういうレースとかでもそこそこ考えるとかねそこそこしますしね。 うんまあ、だけどもこう時代の象徴というか、うん、そういう感じで何かあねあってもいいかなという時代をなんか映す鏡のような感じで、えー、僕は位置づけてますねレザーマスクのこのバルマスクに関しては。で、ね、こう最初はですねここの中にこう,こう,こういう感じであの挟むところあるんですけどここにキッチンペーパーみたいなのを挟んでね、えー、こうつけたりとかね。 うん、僕はまあ,あの普通のマスクの上に、えー、こういう感じかな、うん、でまあこう首からあバンダナのようにですね首からこうかけてですねこう引っ掛けて、えー、この後ろのね皮ひもをシュッとこうねこうこでシュッとこう止めたらねあの止まるんで、まあ、忘れることがないなと思ってね首にぶら下げてたらと思って。 うんでまあ、あの僕も外で出ていく時はねなるべく、えー、ちょっとあのでも最近はねやっぱり風の季節でもねなんかそういうのもお気にかけなきゃあかんから腐食マスクもねもちろんする時もありますけどもねその上からでねかっこつけですよ、ね、こう写真とか撮るときにねこんな感じでね。そういう感じです。 バルマスクねレザーマスクのことについてね少しお話しさせていただきましたねあのほん当にねあの緊急事態宣言とかこういろいろこう時代のうねりの中にねみんな僕らも含め、えー、飲み込まれてますけどもねえー、ご安全にねえー、安全に安心に、えー、ポジティブに、えー、前へ前へね向いて、えー、進んでいければなと思いますままたみんなで集まってね なんかロックコンサートでね盛り上がりたいと思います。はい、えー、今日は岡田市長ありがとうございますコメントを残していただきありがとうございます元気にやってますねっえおかげさまでねあのフェイスブックライブをですね初、えー、めてこう9月から始めてもう何ヶ月かな経つんですけどこういう形でですね、えー、僕の方からご挨拶という形で、えー、させてもらってますはいね岡田市長もあの ライブ配信されてたんでねすごぐ嬉しかったですね。あの。住まいの総合病院の方のあのページがあれ、あれはね。そっからやったらだから色々面白いと思います僕も個人ページ最初から始め始めたんですけどもね。今こうやって、えー、facebook ページの方でね、えー、させてもらってます。ぜひね。あのハートマークのいいね。連打してくれたら僕も嬉しいです。あ。 徳山さん、お疲れ様です。今日もありがとうございます。お付き合いいただき、ね、そんな感じで、えー、今日はですね作品の話ということでですね、えー、レザーマスクのことをですね少しお話しさせていただきましたまたブログの方ですね URL はですね、まあ、YouTube の方はあこちらの方下の方 のの概要欄それからあ、Facebook、をご覧の方ですね、えー、コメントの上側かなコメントがあるんかなあの上下にね入れておきますんでねまたあのおどんな作品かとかあスライドショーとかも作ってますしね是非、えー、ねあのご覧いただければ幸いですで明日は金曜日なんでまあ、趣味の話ってことですね、えー、カメラの話を2周しましたけどね明日はですね、えー、僕の好きなデザイナーのおー お話ししようかな。うん、柳総理さんにしようかな。え、うん、僕はすごく影響を受けましたね。はい。まあこのスタイルとは違いますよ。このね、こううロックなスタイルとはまた別のデザインという側面でですね。えー、僕はすごい感銘を受けたデザイナーの方なんですけどもね。その柳総理さんのお話をさせていただきたいなと思いますんでね、お付き合いください。それではあ、またね。えー ね、YouTube とかねやってますしね、えー、また、ね、ご,ご,ご登録のマザーの方ですね、えー、ぜひ覗いてやってくださいね i t t e r もねそんな感じでね <laughs> やっておりますんでまたゆっくりお会いしましょうそれでは素敵な一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバーイ